攻守の切り替えだったり、この球際の部分、まあ、全体的なプレーのインテンシティっていうところをこうまあ評価して求めて、まあ、試合に使ってもらっているのかなっていうふうに理解してます。まあ、ドイツに行ったことが大きかったかなとは思います。単純にプレー強度がこう2段階ぐらいこうインテンシティが高かったので、ドイツはやっぱり最初行った時はすごく難しかったですけど、向こうのその強度に順応する中で、まあ、自分の中でのインテンシティのこうこれくらいが普通っていうものがこうそのレベルが上がったのかなっていうのは感じます。やっぱり攻守においてこう肝となるプレーっていうものがやっぱりゲームの中にあると思っていて、そこでどちらがボールを拾うかとか、どちらがそこに人数をかけてその局面の戦いに勝つかっていうところがすごく大事になると思うんですけど、ルリーニャのミドルシュートのシーンとかは僕だけじゃなく後期もすぐにこうセカンドボールに反応して、ああいうところで自分たちのボールになるか相手のボールになるかっていうのは実はかなり大きなゲームに対する影響力があると思っていて、セカンドボールとか、まあ、1個の球際みたいなところが実は勝敗を分けているっていうのは、まあ、そこをしっかりと見極めることとそれを大切にしてプレーするっていうのを意識しています。Bueno, el Hiroki es un jugador con mucha experiencia, con mucha personalidad, con mucha jerarquía. Y bueno, la verdad que nos está aportando mucho. Está jugando ahí en el medio campo y nos está aportando mucho, tanto en la parte ofensiva, donde es un jugador que tiene llegada al área rival, como en el trabajo de recuperación de balón. Es un jugador muy, muy completo, con mucha personalidad y la verdad que está haciendo un trabajo muy importante para el equipo.もっともっとこう自分自身がチームの勝利に大きく貢献できるように、もっともっとこう今のプレーには全く満足していないので、こう自分の良さっていうのをもっと出してこうチームの勝利、まあ、特に攻撃的な部分で得点にもっともっと絡んでいけるように頑張りたいなと思います。